えー、まずその国から緊急事態宣言っていうやつが出されて、まあ、これ生まれて初めての経験だったんですけれどもまずその、まあ、我々としてはどうすべきかって見たことはまあすごくあの悩んだんですけれどもやはりまあスタッフの不安であるとか、まあ、そういうものをやっぱりすごく感じましたんで。 とにかくはあの国のその宣言に応じて、まあ、休業というような形をその間、まあ、再開後どうしたらいいのかっていうことをまあ考えてはいたんですけれどもあの、まあ、とにかく再開してから、まあ、すごく感じたのがやっぱり僕たちってこうサロンが都市部にあるもんですから。 そういったところにこうお客様がこう行くこと自体がもうちょっと国が NG みたいな、まあ、そういった内容だったんでやはりそ,のそういう意味では売り上げ集客っていう部分でのダメージっていうのは、まあ、約半年ぐらいはずっと続きましたかね。 まあ一番まあスタッフを守るということで言うとまあそれはあの営業しないことが一番なんですけれどもやはりまあそういうわけにもいかない中じゃあどうやってやっていこうかっていう中でまあやはり基本的なえまあやっぱり消毒であるとかマスクであるとかあとはまああのソーシャルディスタンスであるとかあとまたこう店内の えー、飛沫がが、ね、お客様同士飛ばないようにあのパーテーションを設置するとか、まあ、そういったことをとにかく徹底してであとその営業での感染っていうこともまあ十分考えられるんだけれどもそれ以外でのやはり感染のリスクっていうのはやっぱりスタッフはあるもんですからだからまあ会社としてその4段階のフェーズっていうのを、えー、一応フェーズに対しての行動みたいなものを、えー、作ってく。 でそれでそのまあそのフェーズに沿って、まあ、例えば外部の講習はあの控えてくださいとか宴席での出席は控えてくださいとかそれをだから今は第3フェーズだからこれしてくださいって今は第4フェーズだからこうしてくださいみたいなことをスタッフにはあの会社から指示してえ行動をまあやっぱり制限してもらうっていうようなことを主にやってきました。はい 手荒,れですよね、手荒れはもう僕たちにとってはもう職業病と言っていいいほどまあ悩ましい問題です、まあ、特にそのこれから冬場寒くなって乾燥していったりする中でもあのやはりコロナ感染対策っていう部分で言うとやはりこう 消毒っていうののはもう欠かせませまんのでただでなくても荒れる冬の時期にさらにアルコール消毒をもうとにかくすごい頻度で僕らやらないといけないんでやっぱりそれはだからこれからまたちょっと心配だなっていう、まあ、そういう本当に大きな問題だと思いますまあ僕自身も実際あの修行中にはかなり手荒れひどかったんでその状態でさらにアルコールで消毒を <laughs> まあ何回もやらないといけないっていうような状 自分ごととして考えると非常にに大きなな問題かなっていうふうふは思ってます、まあ、まずちょっと使わせてもらって、えー、すごい感じたのが、まあ、僕たちの仕事ってこうとにかくあのこうベタベタするとねすごくこう作業しづらいんでそういう意味ではあのすごくこうさらっとしてベタつかないっていうのとあとはなんかこう,こう肌なじみもねすごくなんかいいなっていうのはすごく感じました。 であとは、まあ、やっぱりありがたいのは、とにかく、こう、染みないっていうような、やっぱりこう、僕ら手切ったりとか、まあ、ちょっと、あの、傷ついてる人もいるんで、やっぱりそういうところが、あの、すごく、こう、この商品いいなって思いました。